い、どうもピオキングです。今日はですね、みんなでバトルやっていきますか。最近ですね、ミンバトの調子がよくって、結構レートがね増え続けてるんですけど、このままもしかしたらね6000台いけるかもしんないって思うのはね、気のせいかも。来た、来ました。誰よりも早く上に登れ。前はね、あの上に登る系苦手だったんですけど、最近なんかね得意になってきて、勝率も結構いいんですよ。それじゃあ僕ね、マリオなんで赤いきます。赤取られた。じゃあルイージの方行こう。よっしゃ、ここはどんな感じなんだろうね。あ、右かで上に登れでしょ。おっと、いや、いいスタートダッシュ切れたね今。オッケー、このねブロックを登る系得意だよ。キドピは早いね。ここハートマークになってる、めっちゃ可愛い。オッケー、でここでジャンプ。オッケー、キドピを抜いた気がする。ラグイドはやめて。あははは、待って、ラグイドはやめて、きつい。待って、これでラグイのきついって。いや大丈夫、もうだいぶ差開いてるでしょ。やべ、弟が来てる。弟めっちゃ速いで、ね、オッケー。いや弟速い。あ、はい、くっ、やべ弟、待って、弟くっ、どっちだ。今のは僕の勝ちでよくない？ねえ、ちょっと弟。うわ、惜しかった今。お、まただね、マルチプレイヤー VS、 またバトル用コースか。それじゃあ僕キノピオなんでね、下から2番目の青を狙おう。ここ、オッケー、来た。あ、これも登れ系だね。ちょっとラグイドが気になるんだよな。さっきのリベンジは果たしましょう。オッケー、よし。うわ、これちょっと待つパターン。はい、オッケー。いや、いいよ、うまいよ。でここでビヨーンで風に乗る感じで左、オッケー、チャップ。うわ、なんだこれは、この土管は何なんだ。はい、いや、これ勝ったでしょ。なんかマリオが来てる。危ないけどここは勝ちました。あっ、取られる、やめて。あー、ごめん、もうマリオオンオンするの忘れたっちゃ出てねえか。なんか左の土管なんか出てきそうじゃない。うわ、リンクが出てきたね。の靴、熱い。リンクより靴でしょ今の時代は。オッケー、これは靴を捨てて上に行くべきかどうなんでしょう。ちょっと待って、オッケー、よし、誰かを踏みつけてきましたこの靴で。こんな靴で踏みつけられたら絶対ね、もう人は死ぬと思うんですけど、このままゴールあるんでしょうか。ないでほしい、もうちょっと何かあってほしい。オッケー、これは熱いね。ゴールがこんなとこにあったぞ。これは速攻中間ポイント取ります。ほとんど何も意味もねえね、中間ポイントなんですけど。待って、早く行って、ナイス、ナイスじゃねえ。うわ、ゴール見えた。あれ、スター取ったら熱いね。これ一番最初行こう、一番最初行って、スター全部取んなって。お、なんか変わった感じだね。これ上から行ってみる。あ、上からっていうか全部ぶっ壊されるのか。待って、これでゴールはないよね。ねえ、そんなんでゴールはないよね。オッケー。なんかみんなやられてる。なんでだろう。あれ、キノピコ、みんなに挨拶してんのかな。あ、私個人に挨拶してくれてらっしゃいますね。しかも運んでくれてる誰でしょう。班長、認めましょう。班長、委員長にもなってください。いや、もう委員長は超えて生徒会長だね。何言ってんだろう。大丈夫、ま、負けないでね、ルイージには負けないでね。大丈夫、落ち着いて、いけるよ。オッケー、とりあえず俺して。班長どうする、班長また持っていくんですかね。班長今持っていこうとしたでしょ。待って、持っていかせようとしたでしょ。大丈夫、あれ、班長帰ったよ。班長、班長ズルルートあれしてる、見つけてる、大丈夫かな。僕このまま行っちゃうけど、班長、班長ズルルート行ってない、みんなあっちから行ってるけど、いけんのかな。いや、僕あれですよ、通常ルートですよこれ、まあ、成績で言えば、まあ、オール3ぐらいのルート。何言ってんだろうね。あ、ここで中間ポイントか。前のみんないるのかな。前いるじゃねえか。班長。許す、あの土管が罠と見せかけて一番右に何かあるはずだから右にジャンプします。嘘です。この土管に入ります。これは左だね。誰だったっけ。あ、待って、多分ラグで落ちたんだろうねルイージ。いや多分そうだよ。ほっ、うまい。今のはめっちゃうまかったね。
どうもありがとうございます。よし、これでラストバトルにしたいと思います。シーソーって書いてたんですけど、まあ確かにシーソーだね。オッケー、これシャガジャン大事だね。こうなんか密集してたら、とりあえずね、シャガジャンしてたらなんとかなる説ね。ほら見た、今の上手くない？おっ来た、これはワンチャンあるよ。おい、オッケー。でここでジャンプ抜いていこう、みんなもうみんな抜いてるけどうわルイージがマジでプレッシャー。オッケー、赤帯いるね。そして赤帯に近いね、あのルイージも5990だって。勝つよ、このキノピオだっていうの赤帯。もう赤帯どいて、赤帯どいて赤帯ナイスキノピコ、そのあれは無駄にしなくせね、噛みそうになったけど、オッケー。でジャンプ、ここはうまいところを見せないか、みんなに落ち着こ、落ち着けピオキング。ジャンプ、あんまりジャンプせんでいこうこれは上だね、なんで上じゃねえの、こういう時に限って。いや大丈夫、キノピオが一番最後だね、まだ勝てるチャンスあるよ。キノピオ、いやじゃねえ、キノピコ負けないで、キノピコなら大丈夫、負けてもいい。オッケー、うわこれはノンストップでどんどんいける感じかな。うわー危ねえ、あのモグちょっいやキノピオ負けましたね。そしてルイージは中間を取り忘れたのかな。あ、取ってないね、ルイージ怖いでしょ。そしてこの亀の甲羅を持っていきます、ルイージに当てようと思ったけど、あのモグラに邪魔されました。え、ゴールまだあって、何やってんのルイージ。キノピオかわいそうだよ、ルイージをね、あのやっつけようね、キノピコ2人で大丈夫、任して。さっきのルイージ負けたじゃん、で赤帯に上がってるんですよ。何やってんのルイージ、せっかく赤帯に上がったのに、なんでなんでやめたんだろう。そしてキノピコ持たないでくれたね、めっちゃ優しい。これは落ち着こう、落ち着いていこう。でジャンプ、なんかさ、これ1の2っぽいよね。お、うわなんかあれいそう、パックンいそう、ほらやっぱりいるね。ここまずパックン気をつけながら行こう。ほい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 、うわ怖え、ここ、とりあえず回転ジャンプで避けていきます。ここはうん、みんなやられたね。なんでちょっと落ち着いてゆっくり中間ポイントでも取りながら行きましょう。でここでフラワーか、勝った、これ勝ったね絶対。うわもうパックンなんて怖くねえんだよ、こっちは今デカ状態だからね。やべえチビになった、まずこれはちょっと気緩めたらねやられそう。来ました、害悪マンいるよ、害悪マン、キノピオだね。いやどういう害悪してくるんだろうね害悪マン、待って害悪マンから持たれてる、待ってルイージお前が害悪か、ルイージ弟よ。いや許さん、せっかく害悪マンから持ってもらってさ、いい感じの題名にしようと思ったんだけどさ、コース名っていうかサムネ、やったやられやがったルイージ、ザマー。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。